こんにちは Google のデベロッパープログラムエンジニア荒木優一です今日はフューズドロケーションおよびジオフェンスについて Maps API V2 の話題と合わせてご紹介します Google Maps Android API V2 は Android アプリに Google マップを埋め込んで利用できる API です 2D 表示だった V1 の頃から大幅に機能が向上しました。デフォルトでジェスチャーによる360度回転に対応しています。また地図、航空写真の切り替えやインドアマップにも対応しています。フューズドロケーションは Google プレ v サービスで提供されている機能です。主な特徴はまず API がとても簡単に利用できる形になっていることです。また位置情報はいつでもすぐに取得できます。 それでいてアプリの電池消費は最小限に抑えることができますアプリ画面での直接的な使い方からバッ,クグラウンドでバックグラウンドでの定期的な位置情報を取得まで幅広い用途に対応した API になっていますジオフェンスは地図上の円形のエリアへの侵入や体質を検知するための API です API はシンプルですが 複数のジオフェンスを一度に登録削除できるなど強力ですまた内部の実装は現在地からエリアまでの距離や移動速度に従って位置情報の更新の頻度を調節することで電池消費を抑えるようになっています実際の利用方法を見る前にセットアップはどんなことをすればいいか見ていきます 今回紹介する Maps API とロケーションクライアントはどちらも Google Play Services のクライアントライブラリーに含まれています。プロジェクトのビルドにグレードルを利用している場合、ビルドドットグレードルのディペンデンシーズに一行追加するだけでプロジェクトにライブラリーを追加できます。Eclipse を利用している場合、SDK をインストールしたディレクトリ以下のエキストラーズ Google Google Play Services リブプロジェクトをライブラリープロジェクトとしてプロジェクトに追加してください。マップス API を利用するには API キーが必要です。API キーは Google デベロッパーズコンソールから取得できます。これは Google Play v e l デベロッパーズコンソールとは別なので注意してください。ご覧の URL にアクセスしていただき、クリエイトプロジェクトボタンで新しいプロジェクトを作成してください。 作成されたプロジェクトで左側のタブの AP「APIs&Auth」をクリックして「APIs タブ」を開きます。「Google Maps Android APIV2」という項目を探して右側のトグルボタンをオンにしてください。それができたら今度は左側のタブの「c r e ン d e n t i a l s を開いて「パブリック API アクセス」の下にある「Create New キー」ボタンを押してください。 作成すするキキーーの種類はキーを選びます表示されたテキストボックスにキーストアのフィンガープリントとアプリのパッケージ名の組み合わせを入力しますご覧の例のようにフィンガープリントとパッケージ名の間はセミコロンで区切ります複数の組み合わせを入力できるので例えばデバッグ用とリリース用両方のキーストアを登録することができます登録が済めば Key for Android Applications という表ができるのでそこで API Key と書かれている文字列が後に必要になります Maps API V2 を利用するためにはアプリのパッケージにメタデータを追加する必要があります Android Manifest XML のマニフェスト要素の直下にご覧のようにメタデータ要素を追加してください API キーの部分には先ほど取得した API キーを入れてください。Maps API とロケーションクライアントを利用するにはご覧のパーミッションが必要です。先ほどと同じく Android Manifest XML のマニフェストの要素直下に追加してください。最初の4つがマップを使う上で必要なパーミッションです。残りの2つがロケーションクライアントのためのものです。これで準備は整いました。 まずは Maps API の使い方を簡単に見ていきましょう。V1 の頃とは違って Maps API V2 のマップはフラグメントとして提供されます。ご覧の例ではアクティビティの OnCreate メソッドでサポートマップフラグメントを生成しています。サポートマップフラグメントのほかにマップフラグメントというクラスもありますがそちらは API レベル12以上でのみ動作します。 Google マップクラスのインスタンスをサポートマップフラグメントクラスの GetMap メソッドで取得できますただし読み込みが完了するまでヌルが返ってくるため注意が必要ですマップに対するさまざまな処理はこの Google マップクラスを通して行うことになります例えばマップの表示位置を設定するときは Google マップクラスの MoveCamera メ,メソッドを使いますまた メソッドを使えば現在地をマップに表示することができます。今度はフューズドロケーションを提供するロケーションクライアントクラスの使い方を見ていきましょう。ロケーションクライアントのインスタンスを生成するのは単に入するだけです。ご覧の例ではフラグメントのオンレジ u ームメソッドで呼び出す形にしています。1つ目の引数はコンテキスト2つ目がコネクションコールバック。 3つ目が OnConnectionFailedListener です画面にはありませんが2つのインターフェースのメソッドをそれぞれ実装する必要がありますインスタンスが生成できたら Connect メソッドを呼び出してロケーションクライアントを使用でき使用できる状態にします位置情報の連続取得を開始するには r e q u e s t l o c a t i o n u p d a t e メソッドを使用しますここではコネクションコールバックインターフェースの オンコネクティッッドドメソッドから呼び出しています1つ目の引数にロケーションリクエストのインスタンスを渡します必ずセットプライオリティメソッドで優先度セットインターバルメソッドで更新間隔を指定する指定するようにしますこの例では優先度として最も高いプライオリティハイアキュラシーを指定し,指定していますが他にもプライオリティバランスとパワーアキュラシープライオリティロー,ローパワー プライオリティノーパワーがあるので用途によって使い分けましょう2つ目の引数はロケーションリスナーですロケーションリスナーインターフェースのオンロケーションチェンジドメソッドをオーバーライドしますこのメソッドは位置情報が更新されるたびに呼び出されます更新の必要がなくなったらリムーブロケーションアップデートメソッドを呼び出して取得を停止します ここではフラグメントのオンポーズメソッドから呼び出しています。最後にジオフェンスの使い方も見ていきましょう。ジオフェンスのインスタンス生成はビルダークラスを通して行います。セットリクエスト ID でユニークな文字列の ID を指定します。セットトランジションタイプではどのタイミングでコールバックするか指定します。この例のようにトランジションエンターならエリアに入ったとき、 あるいはトランジションエグジットならエリアから出た時です。セットエクスパイレーションデュレーションでは有効期限を指定します。ご覧の例ではこのジオフェンスがずっと有効であるように設定しています。そしてセットサーキュラーリージョンでエリアの中心点と半径を指定します。実際にジオフェンスを設定するにはロケーションクライアントクラスの add ジオフェンスメソッドを呼び出します。 1>, 1つ目の引数にジオフェンスの配列2つ目の引数に Pending Intent3 つ目の引数に o n a d g e o f e n c e s r e s u l t l i s t e n e r を指定しますここで指定した Pending Intent は後でジオフェンスのイベントが発生した時に利用される Intent ンンのひな型となります今回の例でイベントの受け取りは Intent ンンサービスで行うことにしたので ンディングインテントのゲットサービスというスタティックメソッドを使って生成していますジオフェンスのイベントを受け取るインテントサービスの中身を見てみましょうオンハンドルインテントメソッドをオーバーライド,ーーライドして引数として渡,渡されてくるインテントを処理していますその際ロケーションクライアントクラスに用意されているスタティックメソッドを利用することができますとは エラー処理のために利用できます。get geofence transition を使えばエリアに入ったのか出たのかなどが取得できます。get triggering geofence は現在のイベントに関与しているジオフェンスのリストを返します。以上のようなメソッドを使って取得した値を元にジオフェンスに対する処理を行います。いかがでしたか。Maps API v2 やロケーションクライアントの機能を組み合わせれば アプリサービスの可能性が大きく広がりそうですね。ご視聴ありがとうございました。